第一朗読、人たちの宣教。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシア人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの人と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。神の御言葉。私たちは神の民、その牧場の群れ。世界よ、神に喜びの声を上げ、歓呼の歌を捧げつつ、前に進み、神に仕えよ。私たちは神の民、その牧場の群れ。神こそ主にあると悟れ。神は私たちを作られた。私たちは神の民、その牧場の群れ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。キリストと共に復活したなら、上のことを求めよう。キリストは神の右に座しておられる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと
私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は、私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。主の御言葉、キリストに賛美。